ドラえもんカート、星1。ドラえもんという IP を使って作られたレースゲーム。ゲームボーイ全盛期の、いわゆる出せばほぼ予算を回収できるというボーナスゲームのような濡れ手に泡の時代に作られたやっつけゲーム。例えば漫画原作のジャパニーズアクション実写映画ってなんでこんなにクソなの？死ぬの？なんでこんなにクソなのに反省しないの？って常々疑問に思っているヘッズがいると思うのぜ。これは一重に出せば原作ファンが一定数金を落としてくれて、開発費をほぼ回収できるドル箱企画だからなのぜ。なぜかどんなにクソみたいな原作レイプ実写映画だろうが、開発費を回収できるんだよね。これは映画業界で働いている中の人たちにとってみれば安定してお仕事もらえる美味しい仕事だし、原作ファンのがっかり感とかなんて知ったこっちゃない、こちとらをまんま食うためにやってんだよって感じなんだよね。一重にクソ映画を見に行って金を落とすあれが消失しない限りこれからもクソ映画は量産されるのぜ。話を戻すと、このゲームは、メモリーの使い方がクソ下手な素人がプログラムしたような作品なので常に画面がポケモンフラッシュのようにちらつきます。次に、ゲームに一切効果音がついていないので、自分が今ドリフトしているのか？アイテムロールが回っているのか？は視覚的にチェックしなければなりません。ミンチよりもひでえのぜ。さらにはゲームはファミコン時代に作られたようなデキの使い回し感がさない上に、コースが実際のコースとは違うコースを走らされます。意味がわからないのぜ。極めつけは、コースが縁日の傾きみたいなコースなので、プレイヤーを楽しませるコースを作るという発想が皆無であり、このゲームを遊ぶことでマリオカートがいかに優れている中毒性の高いゲームなのかよくわかります。任天堂はマリオとかゼルダといったコンテンツを大切に使うし育てるのがお上手だし、それだけにとどまらずスプラトゥーン作ったり新規 IP の開発にも積極的に予算つける指摘なしのホワイト企業なのぜ、すげえのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。